朗読アラモードのカイト・ミナミです。今回お送りしますのは、白木・静作、青白き夢です。病のため片足を失うことになった若い女性をうと病院に付き添う母親の揺れる繊細な心模様が描かれています。では、早速お話を始めましょう。 白き静さく。青白き夢。この夜も明けるのだと思った。おようは目を開けたまま、底深い海底でも極めるように、灰色の天井を見揺るぎもせず見つめたまま。お母さん、低く呼んだ。 薄黄色い発色の電気の光の中に、母親は重苦しく、ひそやかに動いて、ベッドのそばに手をかけた。苦しいのかい水が飲みたいおようは、なお天井を見つめたまま、何と言ってよいか、ただ悲しかった。お母さんは何でも知っててくれる。 私にわからない心をもお母さんは知っててくれる。私はただお母さんの声が聞きたかったのだ。動くのが見たかったのだ。おようはなお黙っている。お前、足が痛むのかいいいえ。彼女は,はっきりと答えた。 お母さん、今日も夜が明けるのでしょうね。ああ、もう時き明けるだろうから、なるべく気を休めて眠った方がいいよ。彼女はその言葉を聞きながら、気力なさそうにまぶたを閉じた。もう何も考えることはできない。この世も開けるんだと思えば、 彼女の心に思うことも見ることもいらない。母親は娘のまぶたの静かに閉じるのを見た。そして疲れて眠りにとらわれたのだろうとそっと身を引いて布団の上に座った。そして枕を引き寄せながら自分の心を敷いてめくらにしようとくぼんだ目を閉じて うとうととなっていった。おようはまたいつか目を閉じたまま、気力なく青白く疲れた心のうちに、ただこの世も開けるんだと思い続けた。そしてそのままに、この世も開けるんだと思い続けた心の中に引き入れられて、ぼうと意識を失いかける。やがて、 彼女はいつか目を見開いて天井を見ていた。いつまぶたが開いたのか自分にもわからない。ただじっと見ている。そして物悲しい心のうちに、お母さんと呼んだ。しかしその声は彼女の唇を漏れなかったので、彼女の両の瞳の周囲には、 やはり、炭鉱な光がいっぱいに漂って、その静寂は一つも動かなかった。そして、母親の身動きだに、彼女の頭に感じられない。おようの心には、やるせない波動が起こった。そして、お母さんと再び呼んだ。彼女の、 じっとなお天井を見つめている二つの瞳は自分の乾いた唇がかすかに震えたのを見たそして室内の空気が静かにけれども大きく動いたのを見たおようは安心した母親がまた密かに起き出てくる気配がするやがて母親の手が また静かにベッドの毛布に触れた。おようは、また何を言い出すのやらわからない母親が、ただ動いたというだけで、彼女の心は自分に襲いかかろうとする間を払いのけたような気がした。そして、これから聞いてみようとするのは、この夜もいつものように明けるんだろうということだけであった。 お前、そう目が覚めちゃいけないね。母親は静かに、我が子の青白い方から、溶けかかった首のあたりに震えている毛筋を見ながら言った。しかしそれはかえって自分の心に向かって、あまりに弱い煩悩の心を抑えるように考えられた。おようは黙したまま、 えりもとまでかけられてあった毛布を静かに胸の下へ押しあった。おようの目には薄い膜がかかったようにすべてのものがはっきりと見えない。まつげは乾いて涙のつゆも宿っていないのだけれどもすべてのものがぼうっとうるんで見える。母親は そっとベッドの前を通り抜けた。そしてドアを押して廊下に出た。足音がバタバタと遠ざかって聞こえる。彼女は目の前に黒い影をちらっと見たまま、また瞳は自然に閉じられていった。そしてまた、彼女の弾力のない瞳が細く開かれたとき、 また黒い影がちらとベッドの前を通った。けれども、呼び止めようとは思わなかった。母親は薄暗い廊下を自分の草履の音にせき立てられてはばかりに行ったが、月の光が彼女の心をかきむしるように窓の外にさえていた。そして、 親子の本能の愛が彼女を土の中にうずめなければならないように思った。母親は小走りに帰ってきたが、静かにドアを開け、はばかりようにおようの方を見ながら、ベッドの前を通り抜けてヤグの中に顔をうずめた。おようはまた目を開いた。 時は一刻も動かないように見えた。そして同じ夜であると思った時、彼女の瞳は探るような不安に動いて、また母親を呼んだ。今彼女の心には、母より以外にすがる神はなかった。母親はまた起き上がった。そして、もはや何事も言わずに、彼女の 毛布に隠れた足の方をじっと見入った。かくて、おようはこの人よのうちを、飢えた人のように、疲れと絶望とに力なく瞳を閉じては、またいつか重いまぶたを上げて空を仰ぎ、死の恐怖に耐えられなかったのである。やがて、夜は明けた。 夜のあらゆるすべての静寂が、この花一つに含まれて咲くような月見草の花のように、夜は明け離れた。この白い夜明けの空気が病室の中に立ち込める。ああ、夜が明けた。おようは、初めて意識がはっきりしてきたとき、絶望の後の力なさであった。 もはや、時が進むというのは、どうすることもできない力である。時の行くままに、人は行かねばならない。彼女はもはや、何のために、今日自分自身の片足を切断しなければならないのかということは、思うことができない。これも通過しなければならない、時の道であるのだ。 おようは、水の一滴、牛乳の一つも、りんごの一切れも口に入れなかった。そして、改めて、空を見、窓を見、壁を見、天井を見て、自分の明らかに開いた二つの目を悲しく思った。そして、思わずも動いた母の瞳と会ったときは、お母さん、 今日、今日、と思わず叫んだ。お母さん、今日になった。しかし母親はどうすることもできない。そして、しわの寄った手を重ねて、うつむきながら、子供を持った苦労を思い、若いおようの身の上を悲しんだ。おようは静かに、 晴れた幸福な窓の外を見た。そしてるうちに、前から考えてたことをまたふと考えて、恐ろしさにおののいた。ああ、目が覚めて、麻薬が覚めて、片足がなかったら。それは当たり前のことなのだ。 しかしその当然来たるべきことがどんなに恐ろしいことだか、その約束されていることがどんなに悲しいことだか、片足がなかったら、片足がなかったら、そんなことは想像できぬ。実際、そんなことが一時間と思い続けていられるだろうか。 彼女は、来たるべき運命の残忍さにおののきつつも、またその瞬間において、美しい空と赤く咲き誇った窓際の花とを無心に眺めることができた。そして、すべての時に、おようの心の中には空想が働いていた。おとぎ話で読んだこと、 小説で見たこと。そんなことが入れ替わり立ち替わり、速やかに画面を彼女の小さな心の内に広げている。手術室に自分は麻薬をかけられたとき、魔女が密かに忍び込んできて、自分の姿を鹿の形に変じた。鹿になった自分は窓から中庭に逃れて、 アカシアの木陰を駆け抜け、古い井戸のそばに行って、鶴べから滴る水が体の上に落ちると、自分はいつか麗しい女になって歩いている。自由に、自分に体というものがないかのように、自由に楽しく歩いている。いつか、どこかに恋人があった。 おようはかたわになったので、もう遊んでやるわけにはいかないと言った。おようは足がないので、立ち上がるわけにもいかず、とこの上に寝たまんま、毎日毎日、どうかして死のうと思って泣いていた。親も兄弟もみんなおようを捨てた。おようの寝ているところは、どこか真っ暗な牢屋のようなところで、 高いところに小さな小さな窓が一つしかなかった。そしてその窓からは白い光線が少し入るばかりであった。それらの画面は次から次へと彼女の運命の前におののいている小さな心のどこかへひそやかに入っていた。遠い昔のような思いが ずんずん目の前によし寄せてきたり、また今現在の事実が遠いいにしえの空想のように遠ざかっていったりした。事実、どれが自分の悲しむべき運命にあるのだか、差し迫った恐るべき運命にぶつかっても、心は決して事実と一致しない。常に事実と心とは、 薄着布を隔てて、ついに人間が人間と一致しないごとくに、永久に一つになることはなかろう。心は事実を否定する。事実は心を否定するのだ。太陽は輝かしく空に高い。青空は限りなくすべての上に広げられた。 おようの肉体は、ついに事実にぶつからねばならない。時は流れた。そして、午後の物々しい密かな空気は、昼帰る白衣の人のもストから廊下に満ち、扉の影から病室のベッドの下にも入よった。そして、壁を隔てた看護室に、物悲しい時計の音が、 一つなった。ああ、一時。おようは毛布の上に手を投げ出して慌てたように言った。母親は白い浴衣を出そうと戸棚の戸を開けた。そして料理される魚が清水で現れるように、おようは清らかな浴衣に着替えて手術台上の人とならねばならなかった。 しかし、心には永遠に事実はない。心は夢である。おようは、輸送車の廊下を走る音に、青白い手と胸を震わせながら、なお夢を見ていた。夢の中の事実を思っていた。やがて、慌ただしくドアは開けられた。そして、 病室の中に輸送車は入れられた。おようは抱かれて輸送車に乗せられた。あ、お母さん、今、今。輸送車は病室を出た。そして二人の看護婦は慌ただしく長い廊下を輸送車を引きながらかけていた。 なぜ運命の前に、こんなに慌ただしいのだろう。彼女は実際、運命の前に運ばれていった。慌ただしく、小さい彼女の肉体は運ばれていったのだ。ああ、今、今。母親は、ドアにすがって立った。そして、 輸送車が廊下の角を曲がろうとしたとき、遠くにおようの黒い瞳を見た。その目は母親の悲しく追いすがった目と合わなかった。ただ、某と宙に迷っている黒い悲しい瞳なので、バタバタと二三間廊下を無意識に歩いてみたが、もはや輸送車は隠れて、おようの姿は見えなかった。 母親は寂しい病室の中にふらふらと入っていって、白い敷布の上に充血した赤い目を閉じて暗い涙を落とした。おようはいない。母親はまた慌ただしく廊下を行きつどりつして、運命の前に泣き叫ぶ我が子の声を聞こうとした。しかし、 辺りは静まり返って、物音一つしない。固く閉じられたガラスの戸が開かれて、黒い石でたたまれた暗い廊下に入った。おようは、心の中に起こる様々な幻影を一つにして、静まり返ろうと目を閉じた。が、しかし、 目を閉じれば閉じるほど心の中に深い涙ちが起こって彼女の肉体は絶え間なく小さく震えていたやがてあまりに明るい秋の日があたりのギアマンの窓に照りつけている部屋に彼女の輸送車は引き込まれたそこにはいくらかの看護婦と二人の 顔と胸に包帯を巻きつけた少年が椅子にかけていた。そして水あさぎの日光が部屋いっぱいに流れていた。おようは仰向けに窓から高い大きな松の木を見上げた。そしてその松の小杖の空はエメラルドのように麗しかった。 枕元に手をやって、傍然とそばに佇んでいた看護婦が、どこを見ていたのか、あの松はねえ、と話しかけた。おようは静かにうなずいたが、たちまち不安になった。あの、手術はまだ先の人がすまないから、彼女はふと驚いた。 今恐ろしいことが行われつつある。その人の恐ろしさは、他の人の空を見てる一瞬にもあったのだ。それ、その窓際に松があるでしょ看護婦はいつか立ち上がった。そして、おようの髪の毛を静かになでながらまた言った。あれはね、 宋五郎松って、桜宋五郎が貼り付けになった松なんですよ。彼女はふと松を見た。そして、そんな恐ろしい事実のある松も、この麗しい日に、麗しい空の光にそびえていることを思って、美しい日であるという不安に、心が寂しく落ち着かなかった。まだ おようの心は少し落ち着いた。ええ、もうじき。あの、杉浦さんは入れ場を入れておりませんか入れ場があったらみんな取っておかないと困りますから。いいえ、と彼女は悲しそうに看護婦の顔を見ながら、なぜと問い返した。それはね、麻薬をかけた後で、 入れ歯が陰講に入ると危ないから、看護婦は深くは言わず、なだめるように答えた。それから、指輪は彼女がちょいと手を動かしたとき、指輪が目についたので、おようは少しもゆるがせにしてはいけないというように、また看護婦の顔を見た。そうね、お待ちなさい。取った方がいいでしょうね。 真っ白な、小さい、それ自身が花であるような、美しい彼女の手の紅指に、ルビーの指輪はあまりに幸福に輝いていた。青い空を背景に、彼女は仰向けに、手を胸の上に上げて、幸福に輝く指輪を抜いた。そして看護婦に渡した。おようは、その指輪を抜くに、 何の悲しみも持ってない。何の思い出も払ってない。それが恋人によってはめられた特殊なハートの込めたものではないから。そのまままだ胸の上に置かれた寂しい手の指に薄い指輪の跡がついていた。おようはそれを無心に見つめていた。 やがて、重たいとの悪音がして、暗い廊下の彼方に、青白く寂しい窓が見えた。そして、ガラガラと車の音がして、死人のように、すっかり顔の筋肉に力のない男が運ばれていった。恐ろしい。おようのすべての五感は、 できるだけ小さくなろうと努めて、この葉のように旋律した。ああ、恐ろしい。彼女はそれより以外に何者も,もなかった。そして、下に掛けられたキャラコの白い布を引っ張って、生え際のところまでかけた。その上に、秋の日は動いて、白く光った。 お用の輸送車は動き出した。がたりと音がしたとき、彼女は氷のように冷たい空気に触れて、驚いて目を見開いた。周囲は真っ暗だ。何者も見えない。彼女は恐れてすぐ目を閉じた。やがて、またがたりと音がして、 彼女は低いところに陥ったような気がした。そして暖かい蒸すような空気が彼女の身を包んだ。そしてキャラコの布越しにすべてが炭鉱色に果てなく見えた。彼女は恐ろしい。急いで目を覆う布を取ろうとしたが彼女の手が動かない。 どこか遠くからゾロゾロと人の来る気配がする。彼女の手はようやく震えて動いた。おようの周囲は広がった。そして驚くほど明るく美しかった。天井は丸く高くギアマンで張り詰められ、七色に日光が輝いている。そして 置かれたすべての器物は銀色に冷たく光っているのだ。この麗しい限りない恐ろしさ、彼女はしばらくも見ることはできなかった。逃れたような瞳を愛眼的に左に巡らしたとき、遠く見える部屋の彼方から白衣白帽の医師たちがいかめしく歩いてきているところだった。 と、いつの間にやら、静かに寄ってきた看護婦が、ガーゼの布をたたんで、おようの目の上に置いた。おようは、もうどうすることもできぬ。改めて、不意打ちでもされるもののように。あの人たちが寄ってきたなら、どんなことをされるかわからない。殺されるんだと考えたけれども、自分の体は少しも動かない。 心ばかりが本当にポプラの葉のように震える。そしてどこからともなく金属の触れ合うような響きを感じて彼女は絶えず怯えた。白いそして軽い柔らかなガーゼが霧のように上から二つの瞳を押さえつけてどうしても彼女の瞳を開かせない。 周囲の人の話し声が音となって彼女の耳に入る。おようの心は静かにぼんやりとなりかけた。そのような状態に彼女をある時間を置いといたならば、おようは自分自身の体を一人で麻酔にかけてしまったかもしれない。誰かおようの枕の方に来た。 そして何か鼻のあたりに置かれたと思ったときにはっきりと声が聞こえた。麻薬ですから静かにしてらっしゃい。急に変な香りがした。そして静かにしようと焦れば焦るほど息がせわしく苦しくなっていく。そして何か知らないものが ごくんごくんと喉の中に入っていった。そしてそれが、だんだんつかみどころのない苦しさに変わっていく。そして、遠く隔たったところに、耐えられない痛さが起こる。実際それは、耐えられない苦しさと痛さだけれども、つかみどころがないのだ。自分の肉体の、 どこに怒ってるのだか。手が、足が、頭が、銅が、目が耳が、どこにあるのやらわからぬ。そして、それが入り乱れて、丸い玉のようなものになっていくと、周囲は真っ暗だ。そして、それがちょうど、容疑者のような機関の音が、真っ暗な中にして、 どん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 おようの体は運ばれていった。けれども、苦しいことは依然として苦しい。そして、その苦しさと速さが絶頂に達したと思うときに、ぼっと周囲は飛び色の明るさになって、広い広い野原であった。彼女の体は、その中に、とうえはたえに縛られて、 恐るべき速力で何千里と飛んだけれども、その行く先はわからなくなった。すべてが無になった。おようの意識はすっかり麻酔してしまった。彼女は何事も知らなかった。から、から、から。どこからか、 輸送車の音がかすかにする。おようはそれを知ってたが、自分はどこにいるのだか、何をしてるのだかもわからない。から、から、から。だんだんその音が近づいてきたとき、ようやく自分は輸送車に乗って廊下を歩いてるんで、その音は自分の車の音だとわかった。 けれども、何者も見えない。彼女の瞳は、にかわでつけられたように開くことができなかった。それから、彼女はそっと抱かれて、ベッドの上に寝かされたのも知っている。そして周囲に、母や兄や、親類の人、看護婦などが見守っていることも、頭に考えられぬでもない。 母親の気遣わしげな声がぼんやりと耳に入る。しかしおようはまだ自分の手や足や胴がどこに置かれてあるのだかわからないし、自分が今何をしてきたのだかもはっきりしない。けれども、どことなしに不安が身を襲ってくる。 どうしても目を開かなくちゃいけないと思いながら、かすかに瞳を開けたとき、周囲は霧が立ち込めたように薄暗く、人の目がみんな強く自分を見つめていた。お母さん。彼女はようやく母親を呼ぶことができたが、その声は極めて力なく弱くて、 母親の耳に入ったかどうかわからない。急に思いがけないような寂しさと悲しさが彼女のすべてを包んだ。その時、医師は手と足に食塩とカンフルの注射をした。そして、その痛さによって初めてはっきりと恋を立てうるようになり、すべての意識が我に返った。 母親は枕元に彼女の額を冷やし、乾いた白い唇をガーゼで示していた。もう済んだのおようは周囲を見回した。しかし、あの恐ろしいことが、足を切断するなんていうことが済んだとは考えられない。ただ何か、 まだまだ優しいことが済んだのだと、周囲を見回した。暑い、暑い。おようは、起き上がることも、動くこともできない。腰のあたりに、大石を乗っけたように、千金の重さがある。そして、胸のあたりからずっとリヒカがかけられて、ものものしく毛布が垂れていた。 しかし、足を失ったということが、どうしてわかり、どうして感じられよう。彼女の頭は、ただ、両足の思いというより、感じられなかったのである。熱い、熱い。おようは、両脇にだらりと下げた手を、氷の入った金だらいの中に落とした。 白く死んだような手に、冷たさが心身と染みていった。母親は、あまり長い手術の間を身悶えして病室に待ち、廊下を歩いては、万一、手術中に死亡のことあり、これ揃ろうとも、依存これなく揃ろう、と、手術契約書を出したことを考えて、 もうあれが最後であったかもしれない。いっそ若いみそらで片輪となって生きるよりは、このまま死んでくれた方がおいようのためでもあり、また自分にもその方がいいかもしれないなどと考えていたが、こうして娘はベッドに寝ているが、どこにその恐ろしい変化が加えられたのだろうと思った。 両手はやはり健やかに伸びて、指一本欠けているところもない。何事も起こらない。何事もあったのではない。考えてたこと、すべては夢であったというような気がする。母親は、絶えずおようの顔を見つめながら、彼女の乱れた生え際を冷たいタオルで濡らしていた。 次の夜がまた相変わらず襲ってきた。そして前の夜にも増して重苦しい長い夜であった。ちょうど砂漠を旅する人のように暑さに苦しみながら変化のない夜をただ水を欲していた。彼女はいくどもいくども母親を起こした。そして 母親がコップを持って廊下を出たとき、耳を澄まして遠くに氷をかく音を聞いた。そして、どんなにドアを開くのを待ったか知れない。胸の上にコップを置いて、白い、しかし焼きつくような両手で掴んで、氷のかけをノンドに落としたとき、彼女はようやく浮き上がるような気持ちになった。 そして、極めておわずかな夢を見ることができた。それから、おようは廊下の足音をできるだけ気をつけた。そしてその足音が、もしもドアの前にばたりと止まって、ドアの影からそーっと白衣が見えた時には、その看護婦の空想的な瞳をすがりつくように捉えた。 そして、コップにまたわずかの氷を願った。彼女は目覚めるたびに時間を聞いて、時があまりに静かなのに不安でならなかった。ああ、まだ夜が明けない。おようは眠らないので疲れきっていた。しかし夜が明ければ、自分が疲れからすっかり逃れることができ。 爽やかに美しい日が来るような気がした。仰向けに寝かされたまま起き上がることのできない日が二週間も続いた。その間はすべて灰色に曇った日のように思われた。青い空も彼女の目には入らなかったし、明るい光線も彼女の方を照らしやしなかった。 そして、仰向けに寝ている背中の痛さに目を潤ませて天井を見ていた。そして天井を見ながらも、夢の中のようにやがて来る幸福というものを考えていたのである。幸福というものがどんなものかは知らない。彼女は小さい時、朝日が山の上から登るときに、 幸福がきやしないかと、静かに嬉しい心で見ていた。また、夕日が山の影に隠れるとき、あの遠い山の影には幸福があるような気がした。そして彼女は乙女になった。しかしまだその幸福というものを同じように考えながら、必ず自分に近寄ってくるように思っているのだ。 夜が明けると雨がしとしと降っていた。曇ったガラス越しに前の塔の屋根の上の空気抜けの塔が霧から晴れるようにはっきりとしてきていぶし銀のような空を彼女は見た。そして窓際に椿の葉がつやつやと輝いていた。おようは母親から渡された 濡れたタオルで持って自分の顔を軽く拭って母親の廊下に出て行った後をぼんやりとを向けに枕元のコスモスの花を見た薄色の花は室内のこの静寂な空気の中にも耐えないように震えているようであったしかし幸福は室内の何者にも見えなかった 全ての空気が平和に沈退していた。そして何か幸福のありそうな、いいことのありそうな明日は、やはり変化のない今日であった。そして自分の身は動かず、病床に横たわっている。おようは耐えられない寂しさと悲しさに捉えられた。 そして、その寂しさや悲しさに捉えられながらも、廊下の外にする看護婦の笑い声などには、わけもなく心を傾けた。そして、看護婦が慌てたように飛び込んできて笑いながら、いかがでございますゆうべおやすみになれまして、と言ってくるのを待った。ご飯が済むと、 おようはまたすぐ、バタバタという廊下のスリッパの音に耳を澄まして、ご会心を待つのである。毎日毎日耳を澄ますうちに、カーキ色に赤い筋の入った軍服のズボンを出して会心委を着た、いつもニコニコした赤い顔の軍医のスリッパの音を飲み込んでしまって、彼女の見当は当たらない時はなくなった。 そして、ばたりとドアの外に足音が止まったときには、おのずと緊張した愉快な顔色になっていた。いかがですおかわりありませんか軍医は体温表をちょっと見て静かに言った。おようはそのとき、きっと前の晩の足の痛かったことや、今朝の背中の痛かったことなどが、 何でもないことのように消えてしまうので、いいえ、別に、と彼女は笑った。彼女は楽しい夢ばかりを見た。友達と手を繋いで賑やかな夜の街のきらびやかな飾り窓を覗いたことや、大勢で野原に遊びに行って楽しかったことなどが彼女の夢の世界に現れた。 おようは、この病院に入る前、ちょうど、椿の花が咲く頃から床についた霧、土を踏むということはもちろん、畳を歩くということさえ、柱によって立つということさえ、できなかったのだけれども、夢には、指の先すら痛むことはなかった。床の上に矢を向いたまま空を見てると、 枯れたような霧の木からぐんぐんと芽が出て、若々しい青葉がひらひらと風に揺られた。そして、椿の花が次から次へと崩れて、土に落ちていくのであった。彼女はその時、こうして床に着く前に、母親と痛い足を引きずりながら、九段の坂を降りて、 神田の神保町のコウモリ屋で買った青磁色のコウモリが一度も刺されずに押し入れの中にしまってあることを思って急に見たくなった。それですぐ母親にパラソルを出してもらい、それを広げて後ろ向きに畳の上に置いてもらった。おようはそれを横になってじっと見た。 縁から入ってきてコウモリの上に流れる日の色をも見た。そして彼女はちょうど野原に遊びに行って遠く草の中に自分のコウモリを置いて花を摘みながら振り返ったような心持ちがした。そして彼女はぼんやりした。その頃ちょうど彼女の妹が 元気よく靴の音を高く響かせて、生き垣をめぐって帰ってくるのであった。その靴の音が高く響いた時は、もはやおようの目はすべて曇って、霞のように霞んで何にも見えなかった。涙が閉じたまぶたからポロポロと頬を伝わった。それからおようは、 そのコウモリを寝たまま手に持たせてもらった。そして自分で名残をしそうにピチンと閉じて、早速丁寧に押し入れにしまわせたのである。けれども彼女は決して一生自分がコウモリを刺して二つの足で気持ちよく裾をさばきながら歩くことができないとは夢にも思わなかった。赤い日を見れば、 今にもその土を気持ちよく踏むことができるように思った。やがて、その頃彼女の寝ている彼女の窓の格子から遠くの方に、真っ赤な真っ赤な花がいっぱいに咲いた。それが毎日、日の照る日も雨の降る日も燃えるように彼女の目に入った。何の花 彼女はいつも誰ともなく聞いた。けれども誰もそれに答える人はなかった。彼女はどうしてもその花が知りたかった。そしてあの花はなぜあんなに赤いのだろうと考えた。欲しい。彼女はまた言った。落ちたのでもいいから、たった一つでもいいから。 ザクロだろう誰かがそう言った。そしてその花はだんだん青葉に隠れていった。そしておようは水色の幕を垂れた釣り台に乗って、朝夕にニコライの鐘が枕に響く病室に入れられた。途中、母ちゃん、おらいが通るよ。 赤いシャの靴を履いた子が家の中に駆け込んだのを、おようは幕合から見ていた。それは半華な電車通りであった。そこからこの釣り台はまたレンガ塀を回ってこの病室に入れられた。そしてもはやすべて彼女の夢に見る世界は一生近づくことなく、 へだっているのだけれども。やがて彼女は、気遣わしさと、ある淡い喜びと思って輸送車に運ばれて、包帯交換に行った。そして、方々の室から出てきた輸送車の患者が、控室の前にたくさん集まった。おようは、まだ決して足を切断したのだとは思わなかった。 手をいじり、顔を撫なでて、すべての人と異なるところのない、完全なものだと思った。そして、あの中庭の芝生の上を自由に散歩することもできるし、愉快にあのベンチに寄ることもできるんだと、庭の方を見ていた。そして、ふと目を横にやったとき、窓際に置かれた輸送車の上の女が、 懐かしそうに笑った。あなた、少しはよろしくって。おようは驚いて、ようやく、ええ、と答えて赤くなった。何と言っていいかわからない。彼女の輸送車は、そのまま交換所に引き入れられた。あの人は、もう交換が済んだのか済まないのか、 どの部屋に帰ったのやらもわからない。彼女はその一日、その女の人のことを考えた。そして、重たい本を胸の上に開いて、彼女は五六ページを読んだ。それから彼女は、夜中に幾度となく目を覚ました。そして、暁がすべての幸福を彼女にもたらすように、 ただ一秒も早く空のしらむのを待った。けれども、あまりに短時間内に幾度も目を覚ましたときには、もうこの暗い夜が再び開けないのじゃないかと恐れながら、白く垂れ下がったカーテンの奥に目を据えて、忍びやかに訪れてくる暁の足音を聞こうとした。からから、 カラカラ、カラカラ。彼女は、そして、この音を遠くの闇の中から見出したとき、もはや暁が近いと断定することを躊躇しなかった。車の音だ。それは確かに車の音だ。明け曙の知らずんだ空の寂しい道を、静かに、カラカラカラ、カラ。 と、車の音も絶え代に、幾代らか連なった車の音だ。おようは真っ暗な夜の中に、両手を胸の上に置いて、車の音を聞いた。そして、早く看護婦がカーテンを巻き上げてくれればいいと思いながら、朝の冷たい白い清らかな空気が、 自分の蒸されたような方を伝い、静かに粘りついたような生え際の毛を揺るがす嬉しさを考えた。彼女はそれから夜中に目覚めて暁を待つごとにその音を聞いた。そして朝の近いことを考えたけれども、その車が何をする車で何のためにどこに行くのか、 そんなことは少しもわからなかった。おようはその日も、また次の日も、交換場でこの前言葉をかけた見知らぬ女に会った。彼女は廊下の窓際に斜めに置かれて、小雨の降る中に垂れ下がった霧の葉の寂しさを眺めていた。そばには三十くらいの女が、 輸送車の上に仰向けに寝て自分の手の色をじっと見ていた。その時、交換場の中からその女の輸送車が引き出された。その女は紫の着物を着て時色の袖口で顔を覆っていたが、彼女の前に来てふっと驚いたように目を見開いた。そして優しく、 懐かしそうな瞳をして、おようを見た。今日は、およろしくって。ええ。彼女はまた慌てて、何も言うことができずにうなずいて笑った。輸送車はもう通り過ぎてしまっていた。おようは、ベッドに戻ってからも、 紫の着物を着ていた女の子とばかり考えられた。しかし、病室は牢獄のように、一つ一つ厚い壁に遮られて、隣の人さえわからない。彼女は、その女の美しい目を考えた。美しい手を考えた。そしてその女は、必ず幸福だろうと思った。 そしてその女は物語のように美しい恋をしている人だと考えて懐かしくってならなかった。そして彼女は一日でも会わないと心配でならなかった。ちょうど恋をしているように物足らなくって寂しかった。そしてその時にはおようには今病気をしているという自覚は ほとんどなかった。そして彼女が今どれだけの絶望と悲しみに捉えられるかもしれなかった。ただ疲れては眠り、人の顔を見ては微笑し、本を読んではいろいろ幻の中に浸って暮らした。そして母親は彼女が全ての経過が良く悲しみに囚われないのを喜んだ。 看護婦は彼女の心の強いのを褒めた。しかし彼女は自分の現在を少しも知らなかった。その晩、彼女は昼間の眠りのために夜は早くから目覚めた。おようはいろいろと昼間会った紫の女に怒る手紙などをローマンチックに考えながら、 前から車の音を聞いてはいたが、あまりに夜が長いのに、起き上がることのできない体の痛みにもだえていた。ねえ、お母さん。おようは母親が起きているような気がしたので、何を言うともなく声を出した。あの車の音が聞こえるのになかなか夜が明けないんだもの。 車母親は耳を澄ました。雨がまた降り出したんじゃないかい何時頃だろう母親が時計を見たとき、まだようやく一時半であった。まだなかなかだよ。もう少し枕を高くしたら寝やすいだろうね。じゃあお母さん、あの車は、 そんなに早くから歩いてるのおようにはありありと寂しい道を音を立てて引かれている車が目に見えているのだ。母親はおようの枕を高くしながら、あれは雨だれが落ちる音じゃないか、と言って不思議そうに娘の顔色を見た。翌朝、 久しぶりに麗しく晴れて、水のような秋の光が、すべてを祝福するように流れていた。そして、雨に濡れた木の葉が艶やかに光っていた。おようはご飯を食べ終わった後、ようやくのことで決心して書いた手紙を看護婦に頼んで、どこかの病室に一人でいる紫の女に送った。 が、すぐあとで彼女は後悔した。そして恥ずかしさで赤くなった。紫の女は尊い詩のような美しい女なので、とても自分などの近寄ることのできない人だと思ったのだった。やがて看護婦は細い封筒を持って帰ってきた。おようはそれを 何か恐ろしい出来事でもあるように、気遣わしくそっと開いてみたが、それはいつも輸送車の行きずりに交わす、あなた少しはおよろしくって、というような、優しさと懐かしさのある、そして物足りない短い手紙に過ぎなかった。おようは薄い巻紙に、優しく麗しく書かれた手紙を、 幾度も繰り返して、すべて自分の存在を想像の中にうずめてしまった。彼女は嬉しかった。それから二人はその日のことを書いては送った。看護婦の手を経て歩くことのできない二人は懐かしい話をした。ある日曜日に、 おようは起き上がることを許された。彼女はその時、綺麗なダリアの花を持ってきてくれた友達の帰った後で、母親に助けられて床の上に起き上がった。少しの嬉しさも喜ばしさもなかった。足が電気のように渦を巻き、丸い玉のように一をも停止していることができなかったので、 涙を溜めてまた床の上に横になった。そして前のように目の上に空を見、胸の上にダリアの花を置いて、一つ一つを手に持ってじっと見た。そして彼女は起き上がることができないと思い詰めながら、仰向けに母親の顔を恨むように見つめていった。けれども、 毎日一度は看護婦か母親によって起き上がることをさせられた。下から見た部屋を起き上がって縦から見た全ての変わり方や目の回るような不思議さは次第次第になくなってきた。そして開け放したドアの前を通る人などを見るために自分から起き上がることを母に頼むようになった。 廊下を通るさまざまの人、それを起き上がって見てるのが、どんなに物珍しかったかわからない。そして、毎日当人曲を言った下町の娘が、小歌を口ずさみながら通るのが、どんなに彼女の心を引いたろう。そうしているうちに、時が経っていくと、おようは歩くことを稽古しなければならなかった。 歩く稽古。歩くのでさえ稽古しなければならないとは、どうしたことだか、おようにはわからない。黒塗りの定時杖がベッドの前に置かれてからは、彼女は毎日恨むような瞳を据えて、どことなしに見つめていた。あれをついて、私はどうして歩くんだろう。 私が死を切断したなんて、おようはそのことばかり考えた。そして、看護婦が来るたびに、どうして手術をするかと尋ねた。いいえ、そんなことはお尋ねにならない方がいいんですわ。看護婦は皆話さなかった。そして、おようの手の美しいこと、髪の毛の多いことなどを話して、 彼らは帰っていった。おようは悲しくってならなかった。そして自分のはかない身の上を書いて紫の女に送ったけれども、やはり淡い、優しい、そして物足らないことしかおようには書いてよこさなかった。今日は彼女は毎日聞いた。ええ。 手術日。看護婦はそう言って、帰りに寄ることを訳して出ていく。思わずも今日の手術の様子を話して、問われたままに切断のことなども言いかけようとするのであった。すると、そばの一人は必ず、おようが目を見張って熱心に聞いているのを見て、およしなさい、そんなことは、 みんなみんな嘘なんです、と言って止めた。けれども彼女は、肉を切って、骨をのこぎりで引いて、皮を縫い合わせて、と考えてみたけれども、どうしても、それが人間の生きた肉体に行われるものじゃないと思った。そうしているうちに、おようの歩くべき日が来た。 さあ、今日は少し歩く稽古をしましょうね。けれども彼女はどうしても恐ろしくって、ベッドの下に足を下ろすことができなかった。あ、草履を持ってきましょうね。ちょいとお待ちなさい。看護婦が急いで行って、一足のベニオの草履を足元に揃えた。おようは震えながら、 血の毛のないような白い死んだような片足をそっと下ろした。まあ、片っぽでよかったのに私もよっぽど馬鹿な。草履を持ってきた看護婦がその時大声で笑った。彼女は恐ろしさに震えながら傍然とその女の顔を見た。その時、 室内の日が急に陰って、すべてが薄暗く物悲しく見えた。どうして自分が床の上に立ち上がるなんていうことができよう。彼女の足はベッドから垂れてブルブルと震えていた。さあ、私に捕まって立ってごらんなさい。こうして杖を両脇に挟んで、 彼女は杖をしっかり掴んだ。そして立ち上がったけれども、看護婦の押さえた手が少しでも緩むと、浮草のようにくらくらと動いて、目は夢の中のように物事をはっきり見ることができなかった。そうして、ちょっとちょっと飛ぶんですよ。しっかり捕まえてあげますからね。彼女は、 そういう看護婦を恐れた。飛ばなきゃならないと思うけれども、どうして足を浮かしていいものやら、彼女は足の運び方をすっかり忘れていた。そして、ようやくハッと飛んだと思った時には、わずか彼女の足元は一寸くらいしか動いていなかった。おようは床の上に定時杖を持ったまま、 天地に頼りないもののように涙ぐんだ。歩くということが、これだけ悲しい、恐ろしい、頼りないものとは思わなかった。ベッドの上に、早くベッドの上に、自分の体を毛布の中に包んでしまいたい。看護婦は彼女を引きずるようにして、ようやく窓口に連れて行った。 わずか一見、それがおようには海山の隔たりのようにも思えた。初めて窓から空を見たとき、その高さとひどさとうるわしさは驚くべきもので、おようは涙をもって仰ぐより仕方がなかった。そして赤い椿の花は土の上から空に向かって自由に 幸福に咲いているのであった。地と空との間、その間の光、それがすべて意外であった。そして向かい側の廊下がどんなに麗しく見えて、白衣の人の姿がどんなに清らかだったろう。おようは、初めて見た窓の外の景色は、 すべて感激に満ちていた。けれども、それだけどんなに自分の不安定な、この活力に満ちた空気の中を歩くことのできない身が悲しまれたことか。次の日、おようはまた浮草のように頼りない体を杖と人とに支えられて、 ドアのそばに立たせられた。そしてまた、果てしないような廊下の末を見合って物悲しい心になった。彼女は今まで自分の病室の前にこんな果てしないような廊下の続いていることを知らなかった。寂しく涙に潤んでいるように光る廊下の果てしなさに驚いた。 毎日一歩でも多くおようを歩かねばならなかった。けれどもどうしてもその廊下に出ることは難しかった。夜、彼女は初めて看護婦に押さえられて廊下に出た。電気がわずかに足元を照らして、空いた窓の暗い空から星が青く覗いていた。 一歩一歩、杖の音に驚き、足の音に驚いて、引きずった着物の裾につまずきながら、うつつのように歩いて窓際に寄ったけれども、涙は幻のように彼女の瞳を包んで、薄赤い月の行方をおようは見ることができなかった。お天気の良い午後になると、それから彼女は、 廊下の寝椅子の上に毛布をかけて横になった。そして色々な物語を読みふけった。日が水のように爽やかに流れて、中庭にはすべて秋の凋落は少しも見られない。この葉は緑に輝き、赤白のサザンカや椿が美しく咲いているので、 はらはらと日に輝いて落ちるこの葉に、やむみを悲しむこともできなかった。ベンチとベンチの間にはベッドが置かれて、真っ白い薬を塗った石膏のような病人が日光浴をしている。おようの心は今春である。こうしている間、 彼女は何の悩みも苦しみもない。自分の肉体がいかに変化し、いかに自由を失われているかということも考えることができない。昨日は青いワカメが静かに日光を吸うように、うっとりと夢の中に呼吸していった。青白い日陰の花が寂しい秋の日を受けて、 静かな夢を見ているのもわずかの間である。おようはその儚い夢を見続けて寝椅子の上にあるのもただしばしである。母親は前から廊下の柱によって夢見する娘のために悲しい思いをたぐっていった。